さあ始まりました LE ピクチャーズ。今回もトピックスは Believe ということでですね、盛り上がってきましたね。いや、ちょっと怒涛の展開&新キャラクターも登場したりだとかですね、謎が謎を呼ぶ展開ということで、もう本当にね、一秒も目が離せない怒涛の展開になってまいりました。有山陸とですね、麗子が密かに落ち合い、麗子が衝撃の発言ということで、まあ麗子はね、自身のがんが嘘だというふうに、狩山陸に告げるわけですけれども、まあこれはね、嘘だったということで、まあこの狩山陸自身も、まあ麗子の嘘、まあ自分を思っての嘘ということを、まあ瞬時に見抜いていたっていうことも明らかになります。こちらの嘘はですね、この狩山陸が少しでもね、この刑務所に戻ってから、まあこのね、量刑っていうのを、重くしないための計らいによる嘘だったということで、まあこう麗子自身もですね、こう狩山陸に対しての思いっていうのがある中で、まあこの両者がですね、思い合って相手のことを思い合っての行動っていうのが、まあずっとね、この描写の中に含まれているということですよね。そんな陸に対してですね、麗子が言った言葉として、ここぞって時に熱くなってしまい、方向を見誤ってしまう癖があるということで、まあ、設計士としてのこの肩書きにはね、ちょっと似つかわしくない性格であるっていうことがわかります。ここからもですね、いざという時に、ね、行動力があるっていうことですよね。狩山陸にあるっていうことが伺えますし、またこの大胆な行動に出るっていうね、ヒントが与えられるということで、まあこの狩山陸は常にね、まあこの刑務所の中でもですね、まあ大胆な行動ですよね。こう受刑者、同じこのね、同房の人たちに対してもですね、全然ひるむことなく、大胆こう、なんていうんですかね、ひるまずに堂々とした態度を取ったりだとかですね、刑務官の目を盗んで、行動に出るとか、本当にこう恐れ知らずと言いますか、信念があってそれを曲げない、っていうのがあって、ただこのね、会社の、まあ、隠蔽っていうところに、まあこのね、企業全体のこと、まあ社員のことを考えて自分一人で罪を背負うことになるんですけれども、ただ麗子の癌っていうものがあって、もう二度と会えなくなるかもしれないっていう、まあ状況になった時に動かないといけないということで、まあ脱獄をした。まあそれによって、この麗子の癌によって会えなくなるっていうこともそうなと思うんですけれども、ただやっぱりこの狩山陸にとって、まあ、嘘をつく。その嘘の重みっていうことを、また一つこう、再考する。再び考えるきっかけになったということで、この嘘をつきたくないっていう、この信念のもと、まあ、この行動がね、出ているわけですよね。黒木と麗子のね、この対面構図も描かれておりましたし、まあ、本当にこう、一触即発じゃないですけれども、まあ、麗子にとっての、この狩山陸への見方、夫への目線ですよね。それが、赤裸々に語られておりましたし、ただこの麗子はね、黙秘を貫くと。いうことで、この陸への思いを吐露していった麗子っていう姿がありましたし、この、まあ、描写も非常に良かったですよね。そして、この元部下のね、狩山陸の元部下の南雲に対して、重要な資料を取ってきてくれと、いうふうに頼む狩山陸ということで、まあ、逃亡劇が図る中ですね、この元部下である南雲に対して、まあ、本当に頼むと。南雲にとってみればですね、まあ、出世と言いますか、ちょっとこう甘い蜜をちらつかされてですね、上層部から、この隠蔽に加担しろというようなね、振る舞いをされてですね、この南雲自身も自身のこの生活ですよね、を鑑みて、やっぱりこの、嘘を見て見ぬふりをする、見逃すっていう決意をしていたわけなんですけれども、ただやっぱりこの南雲の言葉であったりとか熱意に押されてですね、考え直すっていうところですよね。最初はこの、まあ、妻との未来を見据えて、自分の未来を見据えて、会社のこの機密情報っていうものをですね、上層部に渡すわけなんですけれども、ただこのね、狩山陸っていうところをですね、裏切ることに決めたんだけれども、またね、この狩山陸に、沿う形になると。狩山陸がこの橋にね、かける思いであったりとか、本当にこう、魂の部分であったりとか、熱意、情熱っていうものをですね、まあ、思い返して、心動かされて、まあ、狩山陸に機密情報を渡すと、SSD を渡すっていうね、決意をするわけですよね。まあ、そういった状況もありながらですね、林と部下のね、宇崎刑務官のやりとりも結構意味深でしたよね。この林区長が、この物語の一つキーマンになっていくというふうにもね、以前の動画で言及させていただいたんですけれども、かなりこれはね、何か抱えているなということで、さらにこの林監修長と東京都知事の
つながりが明らかになりますと。林が以前電話をかけていたのはこの都知事だったということが判明します。刑務官に対する処罰の不問というものを条件に狩山を常に監視していたということなんですけれども、ただこの都知事に対する裏切りっていうことも今後起こっていきそうですよね。ただこのね、林としてはもうこの定年間近の中で自分の行動がどういうこの身の振り方をすることによって、この退職っていうところですよねに繋がっていくかっていうところもありますので、ちょっとね難しい、立場ではあると思うんですけれども、林にとってみれば、このね自分の信念を曲げない、正義を貫くこの狩山に対しての同情といいますか、まあ、気持ちを寄り添っているっていう部分ですよね。があって、この狩山側についていくのかなっていうのはありますよね。そして結局ですね、南雲が倒れてですね、SSD を得ることができなかった狩山は、レイコとの約束通り出頭することを決めるわけなんですけれども、ただしかしですね、田中哲司さん演じる半田という謎の男がですね、狩山を拉致していくわけですよ。これでね、また警察は、狩山の行方が分からなくなったということで、出頭間近だったんだけれども、狩山を捕まえることはないっていうね、これで自首に行くわけなんですけれども、これね、このね、半田という男が、どのようなね、この鍵を握っているのかですよね。この狩山とどういう関係があるのかっていうことですよ。まあ、この都知事もそうなんですけれども、まあ、この都知事と、この帝和建設のつながりなんかもですね、あるというふうに見られてますよね。でも都知事にとってみれば、なぜ狩山陸を逃すですね、指示を林区長に頼んだのかということですよね。これがめちゃくちゃ肝というか、重要な要素になってくると思うんですよね。この都知事にとってみれば、帝和建設と、まあ、何らかの、つながりがあったのかなっていうところは、ちょっとあって、ただですね、まあ、お互いウィンウィンな関係の関係値っていうのがあった中で、ただですね、隠蔽工作をしたという情報をおそらくね、都知事は知っていて、都知事にとってみれば自身のね、この都政を今後やっていくにあたって隠蔽工作をしている、まあ、この帝和建設との関係性っていうところを疑われると、明るみになった時に疑われると自身のね身体に及ぶ影響が与えられるということで、やっぱりこの帝和建設の隠蔽工作をもう早々にね海を出し切りたいという狙いがあるのかなと。でそれによって狩山陸の脱獄によって、その真実がですね世に出ると、明るみになるということからですね、都知事の狙いっていうのはそこにあるのかなと。狩山の脱獄を促したという背景が考えられそうですね。まあ、この登場人物ね、そうなんですけれども、まあ、自身の平和というか安全というか、やっぱそこの確保にみんな尽力してますよね。それに相反するような形で、この狩山陸の、まあ、心情といいますか、信念といいますか、正義を貫く男の生き様っていうところがですね、世に出ることによって、また企業へのバッシングであったりとかね、またこの都知事へのバッシングっていうところに繋がっていきそうな気がするんですよね、なんとなくね。そこの対比をうまくこう人間の信じる、ビリーブっていうところの表現にうまくこう含んでいるのかなっていう気はしておりますね。田中哲司さん演じる半田という男がね、またこの物語をね、引っかき回してくれると思うので、まあそこら辺の新キャラも含めた、このね、関係模様ですよね。そこら辺に注目うまくしていければなというふうに思っております。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。